腰の王子ゆうちゃんです。月収100万整体塾、今日はですね、予約の取り方の基本についてお話ししたいと思います。これめちゃめちゃ重要でして、予約の取り方いかんでですね、お店が整体院が繁盛するかしないかを決めるし、何よりも患者さんがしっかり回復していってもらうために予約の取り方っていうのはむちゃめちゃ重要になります。予約の取り方が不適切で間違えていると回復するものもなかなか回復しないということになるし、逆に予約の取り方が適切であれば、しっかりと患者さんに回復していってもらえるということになりますので、施術以外にもですね、この予約の取り方すごく重要になるということです。で、今日はその予約の取り方の基本中の基本について解説したいと思います。基本はですね、予約の取り方の基本はもう固めて取るということです。例えば開業したてで、日曜日が休みとしまして30分単位で取ってるとします。開業したてでまだ患者さんも少ないと、例えば、9時に、朝の月曜日の9時に新規の患者さん入りましたと、で次また電話かかってきて、次の患者さん取るときに、水曜日の朝一だと空いてますよってするんじゃなくて、もうすぐ月曜日の9時半どうぞというふうに提案します。でここに入れていく、で次次の患者さんもし電話かかってきたり、新規で、飛び込みの人がもし来ても、この日にもし土曜日の夜に来たとしてもね、今日空いてなくてこの月曜日の10時だったら空いてますよっていうふうに、こういうふうに持っていきます。で、10時半がもし取れなくてこんな感じで空いてたとしたらですね、次患者さん電話かかってきたら10時半どうぞっていう風に入れていきます。こうやって固めて取るっていうのがポイント。今これで 1,2,3,4,5 人ですけども、この5人をですね、例えばこう取らずにこうとかこうとかこうとかね、これで 1,2,1,2,3,4,5 ですけども、こういう取り方をすると2つのいけないことがあります。まず、整体師自身がすごくこれ疲れます。例えば火曜日誰も入ってなくて、この4時まで待ってないといけません、この待ってる間すっごくしんどいし、どこも行けませんし、行ったとしても帰ってこないといけないし、なんせもしこの4時の患者さんがキャンセルでもされたら、すごくこの待ってる時間が無駄になりますので、もう固めてしまうということで、もう一個いけないことがですね、患者さんからしたらこんなポツンポツンポツン、なんやこのお店暇やんと思われてしまいます。繁盛してないやんって思われてしまいます。流行ってないなと思われてしまいます。暇やんと思われたら患者さんは、に舐められてしまいますし、繁盛してるこんな先生に見てもらいたいっていう思いがね、また回復力つながってきますから、まず自分が整体師が疲れてしまうというのと、患者さんにとっても暇な整体院やなと思われてしまいますから、まだ、開業したてでね、少ない時から、少ないからこそですね、例えば顧客が5人だとしたら、もう朝一月曜日の午前中のにもう5人固めてしまうということです。ならここの人たちはこのお店はいつも人が来てて繁盛してると思ってもらえるし、この人たち仲良くなるしね、そこからまた口コミが生まれたりしますし、いつも流行ってるお店っていうふうに思ってもらえます。ですから、もう固めて取るというのがもう最大の、基本中の基本です。これさえですね、教えてもやらない人やりません。やらんかったら、やらない人はやっぱり自分が疲れるし繁盛しないということになりますので、これやるだけでも全然違います。でこんだけもしやってまだ顧客が5人だとしても、5人見て、ここで見て、あと余った時間、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日とか、もうチラシを作ったり、マーケティング勉強したりとか、いろんな活動にね、集客するための活動に時間使えますので、こういうまばらなことをしてると、もう時間配分もめちゃめちゃになってきますんで、ぜひね、もう固めるとね、というふうにしてください。今日は予約の取り方の基本中の基本について解説させていただきました。今日の話は以上です。バイバイ。